はい、皆さんこんにちは。ジャズ喫茶バリエラのおいちゃんです。今日はですね、私が YouTuber 収録しだしてですね、200回目にあたるんですね。で、200回記念ということで、本日は、ゲストがおります。映っておられると思いますけども、私の、ジャズ喫茶オープンにあたっての専属デザイナーといいますか、はい、の T 氏です。謎のデザイナー T 氏です。はい。ですね、非常に、今この T シャツ見ていただければ分かりますけども、何て書いてありますか？何て書いてありますか？それでもレコードは回る。はい、それでもレコードは回る。T 氏はですね、回るものが大好きなんですね。それと、廃れゆくものがこの世なく愛する方なんです。まあオールドカーからアナログレコード、アナログオーディオ、ちょっと、すすけた街、そういったものが好きなんですね。はい。なんて言いますか、歩くサブカルチャー、動くサブカルという人なんですけども、本日ご紹介したいのはですね、こちら「アドバンス・ガード・オブ・ザ・フォーティーズ」っていう40年代後半のジャズの紹介をしたいと思います。ちょっとインタビューしてみます。何かジャズにイメージでございますか？お好きなところとか、まあ、専門は、T さんはアメリカンロック、まあ、古いロックですね、が好きですが、ジャズもフリー系 ESP とかのジャズ、フリージャズはよく。そうなんですね。私よりずっと、私がフリーをちょっと苦手なことがありまして、非常に詳しいんですね。それとか別にアメリカンロックに限らず、もうあらゆる音楽、もうどこへでも飛んでいくっていうような感じなんですけども。でフリージャズと言いましたけれども、例えばアルバート・アイラーとかオネット・コルマンとか、はい、スティーブ・レイシーとかデレック・ベリーとか。デレック・ベリーはギタリストでしたね。ヨーロッパの方ですけど、好きですね。ドルフィーとかどうですか？ドルフィーも好きです。はい、そうなんですね。はい、そういったことでですね、今日お届けするのはですね、レニー・トリスターノという、ある意味フリーですね、その時代では。ですよね。だと思いますね。ですよね。周りがまだスイングをやってるしとか、まあ、ビバップがあるとか、そういった中にあって、非常に当時としてはなんじゃこれという思われる方、確かにいたでしょうね。とは思いますね。はい、まあ音楽とはそうしたもんですよね。いつの時代でも、はい、なんだこれっていうのが実はすごかったりするということなんですけれども、それでレニー・トリスターノというのは盲目のピアニストですね。はい。私それほどその詳しくないので申し訳ないですけども、ですけどやはり何か惹かれるものがあるピアニスト。そのレニー・トリスターノのトリオでですね、クーリングオフ・ウィズ・ウラノフという曲をやってるんですね。でこのレコード、40年代のものを集めてるんですけども、非常に、模索してる時代なんですよね。今までの飲酒を取り払うかのようにですね、モダンへ行こうという、みんな実験ジャズをやってた時代を明らかに表しているものの、オムニバスなんですね。未発表のものばかり。そこからお届けしたいと思います。今からおかけします。お待ちください。楽器はどういうのが好きですか？例えば。ギターも好きです。いろいろ好きです。そうですね、なんでもないけど、でも音感が代わりにあったりとかしますし、ピアノ、そうですね、エレクトリックピアノ、そんなにバンバンに見たほど前に出てないですね。先日ドクター・ジョンが亡くなりましたよね。このところ、その前に私好きなロッキー・エリクソンという人も亡くなったし、その前にはマイク・ウィルヘルムという人も亡くなって、ちょっと個人的な重要人物がどんどん奇跡が見えるので、みんな歌うたり、歌ったり、ギタリスト、でもドクター・ジョンはこれですね。みんな同じ年代。そう、まあずっと長いことやって60年代、70年代からやってきた方たちが亡くなったんで、ちょっと辛いなというので、ドクター・ジョンもそんなにそこに聞いてないんですけど、もっといろいろ聞いてみたいなと思ってます。ミーターズとやってたりするアルバムとか、すごいいいと思います。あれ突然だったんですかね。わざらってた。バンドのラストワルツにもゲストに出てきましたよね。ニューオーリンズの魅力を広める。はい、終わってしまいました。これからもよろしくお願いします。200回おめでとうございます。はい、ジャズはいいよ。ジャズはいいよ。ありがとうございました。すみません。よかった、お客さん来なかった。急に終わるね。そうですね。あんまり聞いてないところもあったんだけど、急に終わるところがやっぱすごいな、それした。素晴らしい。すみませんでした。いえいえ、ありがとうございました。可愛かった。人に編集して、もう私全然喋ってなくてもいいので。いえいえ、もうそのこっちがまたね、同じようなこのなんて言いますか、コンセプトの。はいはい、あれなんです。こっちはこっちの素晴らしいんですよ。失礼しました。ニューオーリンズでやってたよな。そうでしょ、確かね。そうですよね。ソウルのもうちょっと聞いてて、ソウル系の人をバッチにやってるのはドクター・ジョーンズがちゃんと聞いてないんだけど、これがすごいいいっていう話で、聞きたいと思うんですけど、ブルースの人だね、プロフェッサー・ロングヘアっていう、ありますね。あの人大好き。カランドさんとかが絡んでやってて、ドクター・ジョーンもプロフェッサー・ロングヘアに敬意を払ってた。一緒にはやってるんですか。やってたんじゃないかな。やってたのばっかりなかったかな。めちゃめちゃかっこいいなと思って。